こんな貴重な話を聞け。ほんま隣の、 あの塾がね毎日通報してきてね、ほんでこう、まあ、商売がうまいこと言ってないのが分かっとったから、はい、まあ、そのうち潰れるやろうと思って、はい、でまあやってくるからまあその分早く潰したろうと思って、はい、ほんだら僕地元やし、はい、向こうよそもんやから、はい、みんな前で来る人みんな知ってるわけですよ、はい、でそれ来る人みんなに ここの塾は通報してるでってしたら誰も行かなくなりませんか、はい、でまああの寿命を早めたろうと思って、はいはい、ほんで動画出して、はい、でまた看板書いてね、はい、隣が通報してきてどうたらこうたらみたいな、それを YouTube に出してます最新は TikTok でとか言ってもうぶわーやって、ほんで向こうには見るなとかで、ね、はい、したらもうみんな通行人が笑いますやん、はいはいはい、こう、うわこんなんしてるみたいな、ほんでこう結構有名になってきますやん、で小学校帰るのに警察とスタモン出してるから、はい、それを見て子供ら楽しい、はい、で「お前ら早く帰れ」とか言って、はい、「動画撮られへんやんけ」言いながらこうね、子供ものちょっと会話も入れながらみたいなほんならそんな塾にその近所の子が入るわけないですよ、はい、で結構まあ思ったより早く。何を通報してくるんですか。だって、まあ、だから初めは車を、車屋さんやから車前に置きません、はいはい、でそれはまあ事情があってあそこ抜け道になってるんですよ、はい、でめちゃくちゃ危ないから、はい、あの抜け道されへんように車を置いとったら、はい、交通量が減るんですよね、はいはい、危なくないですやんか、はい、地元の人しか通れへんから、はいはい、で置いとったやつをまあ通報しだして、ああああああ、ほな、まあ、僕はその、まあ、こんなんやったらあかんけど、はい、わざと出しますよ、はいはい、次にね、はい、出して通報来るようにして動画を撮るっていうね、はあはあ、まあ、そういうで、まあ、動画だったらまあ収益にも、ね、つながるし、でその、まあ、出してるものその5分も出してないのに通報してきたりとか、はあはあ、でまた僕も悪いから、はい、今度は車を通報できへんようにちょろっと出してすぐ閉まってとかね、はいはい、わざとするんですよ、はい、でプッと自転車とか出すでしょ、はい、で自転車通報してくるんですよ、はいはいはい、ちょっと自転車なんか通報してくれないですよ、はいはい、ほんで次はこう一個もその日を出せへん通報させへんようにしてたら、はい、僕が前でお客さんと喋っとったらね、はい、不審者が軸の前で喋ってる暴れてるとか言いますよ。で警察来て自分の前で俺が喋ったらあかんのみたいな。その時のおもちゃ面白かったもんね。でそういう動画を、まあ、面白おかしく撮って、はいはいはい、で出しちゃったんですよ。ほんで証拠が結構揃いだしたんですよね。はで僕を訴えるのに、はい、軸のその6人ぐらいおったんかな。ほんで塾の生徒に俺を見たら走って逃げろって怖がらすようなことを子供に吹き込んだんですよ、はあはあ、で今までバイバイとか言うてる子が急に走って逃げたりとか、はあはあはあ、ほんで半分ぐらいやめよったんですよ、はあ、それでね、はあはあ、でその一人のお父さんが、はあ、ここそういうことを教えるからってやめさせた言うて、はい、一応証言取れたから、はい、よっしゃこれや思って、はい、な僕が訴え相手が訴えられるようにね、はい、名誉毀損になるような動画を出しちゃったんですよ、はいはいはい、僕が喋ってないのに、はい、喋ったような動画を撮って、はい、でそれを被害届け出しちゃったんですよ、はいはいはい、で警察から電話かかってきて、はい、その警察のちゃんと生のね、はい、名前も言うてる生の動画も出しちゃったんですよ、はあ、で向こうの生徒と喋って何を言うたんや、よ出てきたからここの塾の生徒のおおって聞いただけや言って、はあ、僕喋ってないですよ一切、はあはあ、一切喋ってないのに、まあ、動画はフィクションですよ、はあはあはあ、で警察と生の声でやってそれを動画出したら、はあ、名誉毀損で訴えてきたんですよ、はあはあはあ、まあ逆に言ったらまあ呼び出されてもいやその子供と僕と喋ったから証言取ってくださいって言ったらもう不起訴になるだけですよ、うん、それより無理やり
僕を逮捕さそう思って、はいはいはい、そういう逃げる行為をしてたっていう方が罪ですよ。あ、それで捕まえさそうと思って、はい、あの僕計画を立てとったんですよ、はいはいはい、で検察に呼び出しが、まあ、ある6月1日だったかな、一応調書書かれたのが、はい、で3ヶ月以内なんですよね、はい、でちょうどそれまでに夜逃げしよったんですよ。で僕それ平野署に出まして、おい夜逃げしよってんけど俺呼び出しあんやろなちゃんと、いやもうそれ連絡取られへんかったらないよ、クソお前俺証拠も全部、全部お前押さえてんのに、ええー、でもうええやみたいな。ひどい人いるんやね。そう思う、だから自分がうまいこといけへんから夜逃げはあれ刑難になったから、うん、僕一応まあ退職いうか一応閉めてますやんか、んでやるに忙しいからちゃいます、もうひっきりなしにお客さんが来るから、それ見とったらやっぱり腹立つもんね。あ、自分とこはあんまり生徒さん来へんから。なんかちょうど家主に入った時になんか生徒200人にするとか言ってね、補材取って、うん、最高何人かな、6人か7人ぐらいしか俺いいから。いや6人か7人じゃなくて6人かな、入れへんやん、入れへんやん、200人入ったら今度逆に言うたら俺が通報せなきゃいけない、自転車いっぱいで自転車ばっかしね、来てね。なんかそういうなんかこう大きいこと言う。ああ、もう一曲ぐらい行くか。あ、もう一曲行きましょう、ね、何行きましょう、なんかあるか。